お願いします。よろしくお願いいたします。座って話させていただきますね。もしかしたら前回来ていただいた方もいらっしゃるかもしれませんけど、緊張していただくような場ではございませんので、ぜひ力を抜いて聞いていただけたらと思います。今森野さんも四季妻 の今展覧会ご覧いただいたと思うので、四季妻についてはあとご覧になってない方は後でご覧になっていただいて、人は何かについて知ると、何かを知るってことが難しくなるんですよね。何かについてってことと何かをってことは、少し知り方が違うんだと思うんです。で、何かについて知るってことは、その周辺をなぞったり、あるいは、文字に、記録できたり、何らかの形で確かめられたりするってことを知るってことだと思うんですね。何かを知るっていうことは、そのことの本質そのものを知るってことだと思うんです。で、私たちは、例えばその年譜なんてのがありますとね、年譜に書かれていることがあたかもその人の人生すべてのように見えてきちゃう。年譜なんてのは私たちの人生にはあんまりありませんから、履歴書でもいいですよね。で、皆さんは履歴書っていうのももしかしたら一生のうちに 1,2 回お書きになったことあるかもしれませんけども、でそこにあるのが、自分のすべてだということになったら、皆さんはもう即座にはそれは違うと、私はここに書き得ないことこそ本当の私なんだというふうに皆さん、即時に思われると思うんですよね。で、それはやっぱり詩人でもやはり同じで、さらに言えば詩人という人たちは一層その度合いが強いんですよね。ですので、あまり四季妻について知らなくていい。で、皆さんが四季妻と出会ったら四季妻について知ればいいんじゃないかと思うんですよね。ですので今日、四季妻は大変、なんて言ったらいいんでしょうね、この人表現するの難しいですけど、大変偉大な無名の詩人ですよね。萩原朔太郎や、例えば茨城のり子みたいな、よく知られた詩人ではないんです、この人は。なんて言ったって今、詩集を変えませんのでね、今編集してて本当は間に合わせたかったんですけど、なかなかうまくいかなくて、年内ぐらいにはどうにか出したいなと思ってるんですけども、今四季妻の詩集を、準備しています。四季妻さんは生前詩集を出してませんね。で、亡くなってから2冊仲間が詩集を出したわけですけど、それを再編して、であと新しい詩を少しそこに加えたものを出したいと思っています。で、そういう状態ですからね、私たちは、素でこの人の言葉に出会っていくというのがやはりいいんだと思うんです。で、今ついて知るってことと何かを知るってことは違うんだとお話をしましたけども、あともう一つ私がちょっと感じてみなきゃいけないのは、知るってことと味わうってことですね。やっぱり知るってことと味わう。で、食べ物が何からできてるか知るってことは、これは別に食べなくても分かるわけです。ですけども、食べてみなければ味わうことはできないですね。で、今私は例えで話しているわけではなくて、言葉というものは私たちの心の糧であるってことは、言葉に飢えたことのある人であればご説明を申し上げるまでもないんだと思うんです。私たちの肉体が飢えて食べ物を求めるように、私たちの心は飢えた時言葉を求めるんだと思うんですね。で、四季妻という人は、誰も与えてくれないのであれば自分で書くほかないといった書いた人だと思うんです。ですので、前回もこれはお話を申し上げましたけども、詩人を最もよく理解する道は詩を読むことではないのです。詩を書くことなんです、やっぱり。で、自分で詩を書いてみると、詩人の住んでる世界に我々が入ることができるわけなんですよね。魚をよく理解したいと思えば川に入るほかないんです。海に入るほかないんです。川を眺めててもダメなんです。ですね。ですので、詩を書いてご覧になられると、四季さんの、四季妻さんの言葉っていうのはもっと深く確かに感じられてくるということじゃないかなと思うんです。ぜひ、でもう一つはですね、詩を書けって言ってもなかなか書かないっていうのは、僕はこう日本中でこの話してるわけですけど、なかなか書いてくれる人が少ないっていうのも片方で分かってて、でもしですね、今日ちょっと面白いなと思っていただけたら、帰りですね書き写していただくといいと思うんです。で今日はがきいただいてますからね、もうなんか満足しちゃって、なんかもうこのまま帰っちゃいそうですけども、そうじゃなくて、なんかね、気に入った詩を書いてみるって、これはいいんですね。これ書き写してみるんですよ。で
いや、そんな書き写す必要なんかないんだと、もう写真撮ればいいんだってことになっちゃうんですけど、そうじゃなくてですね、書いてみる中で初めて理解できるってことがあるんですね。でそれはどういうことかというと、書くときほど我々はゆっくり言葉を読むことはないんですよですね。目で読むときはどうしても早く読んじゃう、で詩なんか短いからあっという間に読んじゃう。でも私たちは書くときは相当ゆっくり読みますよね。で相当深く味わいますよね。なので私たちはその写経って文化を持ってたんですね、やっぱり ね。今僕あのさっきちょっとご紹介ありましたけど、大学でものを教えてますけども、大学の授業で私なんかこうホワイトボードに書きますよね。もう学生なんか映せないですよ。バシバシバシッともうみんなももうなんかこれすごいんですよ本当に。記者会見でもやってるのかってぐらい、カメラの音がして、もうやめろと、もうそうやって映さなくていいからとりあえず聞いてあげてぐらい、いう時代ですよ。でそういう瞬間に情報を記録するっていうのと、手を動かして文字を書くっていうのは全く違うんですよ。でそれは写真に撮るっていうのは何かを知るところまでいかないですね。何か集めてるだけですね。でやっぱり味わうっていうのはやっぱり自分で動いてみないといけないということだと思うんです。であともう一つ、ちょっと皆さんに冒頭にお話ししておきたいのは、やっぱり視点という問題と視座という問題なんですね。視点と視座で、これは大変重要な問題で、私たちが詩を読む意味っていうのは、私たちが視点を豊かにするためにではないのです。視点の中が豊かになって大したこと起こらない、そんなことは。もうインターネットは私たちの視点を大変大きく広く豊かにしてくれました、ある意味では。でもこの世の中あんまり変わってませんね。なんでですか。私たち一向に視座を変えようとしないからですよね。私たちは自分が正しいと思っていつまでも自分の立っているところからしか世界を見ないから、この世界は変わりようがないんです。で詩を読む意味というものは、視点を豊かにするんじゃなくて、私たちが立っている場所そのもの、すなわち視座ですよね。視座そのものを変えていこうとすることなんです。ですね。で視点というのは、私が一向に動かなくてもどん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 広まっていきます。視座というものは、自分が一歩たりとも動かない人間には一向の1ミリ単位の変化も起きらない、起こらないというのが視座の変化ということですね。ですので、せっかくですから今日は視座の変化ということをどっか頭に片隅に置いていただきながら、今日は四季さんの詩を皆さんと読んでみたいと思っている次第なのです。で冒頭に何か、冒頭というか入るところで、皆さんお好きな詩を選んでっていう話を僕お伝えしておいたんですけど、皆さん何かお選びになりました？何か、私これ実は前回いただいてましてね、もう順番ぐちゃぐちゃなんですよ今も出すんで、ちょっと僕の順番で読んじゃいますけど、まずは趣旨ってのからいきますか。趣旨が好きだとしていますか。あ、いますね。いいですよね。まあどれもいい詩ですけど。趣旨。一握りの土さえあれば、生命はどこからでも芽を吹いた。悲しみの病床でも、喜びの花畑でも、こぼれ落ちたところがふるさと。趣旨は、天地の約束された言葉の中にただ実る。汗や疲れを懐かしがらせるものよ、夢。国土の汚れ、生きてさえいれば花開く憧れをこそ持ってくる。いいですね。言葉ってのは趣旨ですよね。言葉は趣旨だって。で言葉は趣旨だっていうことでもあるんだと思うんですけど、言葉が趣旨だってことはどういうことでしょうかね。皆さんは趣旨を預けられたらどうなさいます？人から種を預けられたらどうするかって。ゴミ箱に捨てるって人はいないですよ ね。部屋に置きっぱなしの人はいるかもしれませんけども、まあ、わざわざゴミ箱に捨てるってなんか抵抗がありますよね、やっぱり。で趣旨っていうのはやっぱり育てないとダメですね、預けられても。趣旨はほっといても芽が生えることはないんです。土に植えて光を注がないと、その種子の可能性というのは開花しないわけなんですよね。で、こう言葉は種子だということを四季妻さんは言いたいんだと思うんですけどね、詩そのものってのは種子的なんです、とっても。詩が種子的なんですよね。詩が種子的ってのはどういうことかというと、書かれた時にではなくて、読まれる時に初めて開花してくるんだということなんです。実は皆さんは詩を書くっていうことでも世に言葉を生み出すことができるわけですけども、読むということでも皆さんはこの世に言葉を生み出しているんですよね。
今ここにまあ100人ちょっとの方がお集まりいただいているわけですけども、一人としてですよ、一つとして同じ詩はないんです。実はこの種子という字は記号的には同じなんです。記号的には同じなんですけど、意味的には100人いたら100通りの詩があるんですよね。そうですよね、当然なんです。そんなことはですので、まず詩を読むときに私たちが注意しなければいけないのは、正しく読むのをやめることですね。文字はありますよ、文字は正しく読む、それは種子は種子で花ではありません。そういうことではないんです。私たちが学校で習ったような作者の意図を推察するなんていう読み方は全くそれ必要がないってことなんですよね。なんででしょう。詩を読むときに作者がどう考えたことを我々が忖度する必要がないんだって。なんででしょうかね。ね、まあ、そういうことを僕はなんとなくお分かりいただくのはやっぱり詩を書いてみていただくのがいいんだと思うんです。自分で詩を書けば、ああそういうことかっていうのがお分かりになるんだと思うんですね。書くということは自分のものにすることではなくて手放すことです。それは詩を書くということは詩を自分のものにすることではなくて未知の読み手に向かってそれを送り出すことです。でもっと言えば、詩を書くということは私たちの意識の技ではなくて私たちのもう一個の、まあ、昔の人が心と呼んだところ、現代人が深層意識と呼んだところ、そこを用いた私たちは言葉と出会い、言葉を生み出していく、そういう営みが詩を書くという営みですね。ですので、正しいなんていう意識の世界に詩を封じ込めてしまっては、あんまりよく分かんなくなっちゃうのは当然ですよね。ですね。ですので、私たちが詩を読むときも、意識で読んではもったいないということになります。そうではなくて、私たちのもう一つの意識、もう一つの心みたいなものを動き出させながら読んでいくということが大事ですね。どうします？皆さん、頭で読むのをやめて心で読んでください。僕がお願いしたら皆さんはどうなさいますか？どういうことに注意なさってお読みになります？どういう時皆さんは頭で読みますかね？一つはですよ、まあ、この場になってみれば、皆さんが逆にこちらにお座りになれば分かりますけど、緊張しているときですよね。人は緊張しているとき、文字しか読めないんです。意味を汲み取ることはできない。だから、人と巡り合って、まだ心が打ち解けない間は、その人の言っていることだけを聞いている、その人の言わないことを聞かないということになりますね。で、詩を読むということは、その人が何を言ったかということを読み取ることではなくて、その人が何を言わなかったかということを同時に考えることなんです。もっと言えば、詩を書くことの最大の意味というものは、言葉を扉にしながら言葉足りえないものを誰か未知の他者と通い合わせる行為だと言ってもいいかもしれませんね。ですので、書かれた言葉をどんなに深くよく理解したところで詩を読んだってことにはならない。それは学校のテストです。それは誰かが丸をつけてくれるだけ。皆さんが何かと出会ったことにはならない。さて、今の詩の中で四季妻は何を沈黙したのかということが一番大きな問題なんだということになりますね。もっと言えば、何を沈黙せざるを得なかったのか、それが彼の人生の問題だったということになりますね。ということも皆さんが詩をお書きになってみればわかります。どんなに書いても書いても自分の中で言葉にならない何かというものがある。詩を書けば書くほどそれがはっきり感じられてくる。書くという営みは書き得ないものに触れようとすることなのかということが分かってくるですね。そうじゃなければ私たちは記号を並べてるだけですね。意味の世界には入ってないということになります。言葉というのは意味への扉ですよ ね。私たちは記号をなぞっているとき、私たちは同じものを感じています。信号は青なら池だ、赤なら止まれだ、記号ですもん ね。でも皆さんは緑という色に100人いれば100通りの意味を感じてますでしょう。赤に100人いれば100通りの意味を感じてますでしょう。詩というものはそういうものですね。やっぱりですので、同じように読まない、人と同じように読み始めたら皆さんは詩の上っ面をなぜてるだけなんだということになります。一握りの土さえあれば生命はどこからでも芽を吹いた。悲しみの病床でも喜びの花畑でもこぼれ落ちたところがふるさと。種子は
天地の約束された言葉の中にただ実る。汗や疲れを懐かしがらせるものよ、夢、国土の汚れ、生きてさえいれば花開く憧れをこそ持ってくる。2回読むのは大事ですね、とっても。私たちは1回目詩を読むとき、私たちはどうしても頭で読む。何が書かれてるから不安だからですよね。音を感じ取ることはできない、律動を感じ取ることはできない、そこの空気の揺れ、言葉にならない意味、そういうものを私たちはあまりうまく感じ取ることができない。でも2回読むとずっと違いますね。そして皆さんきっとお入りになってくださいませんでしょうけど、声に出して読むことなんです。やっぱり四季妻はおそらく詩を書いた後、自分で読みながら詩の言葉を決定してたと思いますね。皆さんもおそらく詩を書けばそうなさいます、ね、この詩はこのままこれで完成でいいんだろうか、少し小さな声を出して読んでみよう。皆さんお部屋の中で一人詩を読むかもしれませんね。そうか、そうすると詩というものは目で読んでるだけではダメなんだ、口に出して読んでみなければそこに生命を帯びることはないのだということが分かってくるということになりますね。もっと言うと、詩というのは私たちに知られることを拒むんですよ。どこか皆さんもそうでしょ、人間だってそうですよね。僕は皆さんという人が分かりましたって皆さんすごく嫌な感じがするじゃないですかね。皆さんとまだ会ってから15分ぐらいしか経ってないんですけどね、だいたい皆さん分かりましたね、今日だいたい日曜日こんなとこ来る人はこんな感じですよねみたいな、そんな乱暴な死に方されたら嫌だですね。ですね、人間の存在というのはやっぱり実はですよ、知られることを拒んでる何かなんだってことが分かってくれば、私たちはそれを味わうほかないってことになるんだと思うんですよ。で、私たちは学校で随分のこう知ることに慣れましたからね、いろんなことを学校の先生教えてくれるじゃないですか、ね、読み方まで教えてくれてます、うん、僕は中学校で国語が2だったんですよ、5段階評価で、ね、来年から僕の文章は中学校の教科書に載りますけどね、いいんですかね、なのね、本当に、ね、そういうもんですよ、世の中って。で、僕は大学10校受けましてね、8つ落ちたんですよ。で、8つ落ちたその8つに共通点がありましてね、それは国語のテストがあったところです。僕は全部落ちました、僕は。で、私も受かった大学に行ったわけですが、そこの大学は小論文だったんですよね。まあ、物に今物を書いてるから、まあ、ちょうどよかったのかもしれませんけど、とにかく僕はそのここで作者が何を考えたのかっていうことが徹底的にわからない人間なんです。でもですよ、もしかしたら今僕はまだ少し本を出すようになって、作者すら感じなかったことを僕は今感じ得る力が少しだけ僕の中についたのかもしれませんね。読むということはそういうことです。私たちが読むということは、作者すら感じ得なかったことを読むという行為において実現するっていうのが読むと、創造的に読むということですよ ね、 作者の思いを受け取るだけではダメです。それは皆さんも友達とお会いになられて、友達がとっても困っている時に話すなんてことございますでしょ。とっても真剣な相談事に乗る、その時の友達っていうのは自分が何を話すべきか分かってないんですよ。相手と話したいだけ、自分の信頼している人と言葉を交わらせたいだけ、自分の中に何があるのかってことをむしろ友達との間で分かろうとする行為が、皆さんがそういう日々経験してらっしゃることですよね。詩も同じです。詩っていうのはなんとなく書いてんじゃないんです。私たちの心で、心が動いたぐらいじゃ詩を書けない。私たちの魂が動かないと、もっと言えば魂が声を上げないと私たちはペンを持つことはできない。で、魂の痛みを訴えている人間を前にしながら、私たちはその人が何を言いたいのかなんてことを考えても無駄です。それはですから、まあ、正しく読むなんてことはつまんないんだってですね。びっくりしますよ。正しく読んで、多分ですよ、正しく読んだ意見を皆さんがその詩人に伝えたとしたら、いやそんなことをあんまり思ったことないなって多分言われると思いますけどね、まあ、そういうこともお書きになってみれば分かります。次はちょっとあれしてみましょうか。この生きるということっての読んでみますか。これ詩じゃないんですけどね、ちょっと散文ですけど、これとっても面白いです、これね。まあこれは詩じゃないので少しゆっくり読んでいきますか。私の手は曲がっている。
しかし掴まねばならない。歯が抜けている、だが噛まねばならない。眼球を失っても見ねばならず、足を失っても歩かねばならない。人間が生きるという根源的な世界に遡って追求するとき、ここにはもはや健康者であると病者であると問わず、皆同じ欲求を伴った問題であるように私は考える。これはシキイツマさんがたどり着いたある地点ですね。私たちにとても大事なことを教えてくれているんだと思うんですけど、彼の詩の中に、あるいは彼の言葉の中に、その人類って言葉が時々出てきますね。人類って言葉が出てくる。で、私たちは個人であるとともに人類ですよね。私たちは個人であるとともに人類なんだと。で、私たちのその個の問題っていうのは、そのまま人類の問いになり得るんだっていうことを、この敷井妻さんとして私たちに開いてくれてるんだと思うんですよ。ですね。で、こんなことを考えてるのは私だけだから、こんなことを考えて苦しんでるのはきっと他にはいないから、そんなことを考えても意味がないと言って、私たちは自分の苦しみや悲しみを簡単に手放すわけですよね。で、敷井妻さんという人が、この人の、なんと言ったらいいんですかね、偉大なんて言葉はこの人に似つかわしくないですけども、あえて偉大だって言葉を使わせていただくならば、この人は自分の運命ってものから一向に逃げようとしなかったことなんですよね。そして自分の運命の価値ってものが他にはない絶対的なものであるってことをやっぱり疑わなかったってことだと思うんですよ。ですね。で、なんでそういうふうにできたのかってことの方がやっぱり問題で、この人は自分自身になろうとしかしなかったってことだと思うんですね。で、私たちは誰かになろうとするとき、知らないうちに私から平均の道を歩いていっちゃうんだと思うんですよ。なんとなくみんながなってる道に歩いていくって。でもそこに私はいないんだって。だから私たちは迷うんですよね。でも四季さんという人はそういう道を行かなかった。彼がだから人類って書くとき、それは私ってことと同じなんだっていうことなんです。これはすごいですね。敷妻の言葉を読むときに、ぜひ人類って言葉にちょっと注目して読んでいただくといいんだと思うんですね。例えば、誰がどのようにして注ぎ、誰がどのようにして飲む水であっても、その人を生かす水の力、水そのものの本質の味には変わりがないように、その人間の生命感を捉える個人、私というものについては皆平等だ。生命感って言葉があります。生命感、命ってことですね。命、感っていうのは、この感っていうのは動くっていうふうに、感っていうのは動くって読むんです。これここにくって送り仮名をつけると動くって言うんです。感ってのはだから感性ってのは動くものを捉える働きってことですよね。で、感動ってのは心が動き体が動くって意味です。あれ、感動したっていう時には体も動いてるんです。私たちの心だけじゃなくてですね。で、動くってことはどういうことかっていうと、実は世の中ってのは動いてないものはないんです。止まってるように見えるだけで。皆さんの中で止まったことある人います？私3年間ぐらい止まってたんですよって人がいてあれですけど、ないですよね。例えですよ、例えその皆さんの中にもう500万歩譲って、いや私は3日間ぐらいだったら止まったことありますという人がいたとしても、世界は動いてますから ね。世界って面白いんですよ。世の中に存在しないけど言葉はあるっていうのは、まさに止まるって言葉なんですね。宇宙ができて以来一瞬たりともこの世は止まったことがない。しかし私たちは物を確かに考えるとき、世界が止まったように考えるんです。概念で考えるんですよね。で、皆さんが本当に死を味わおうとするのであれば、私たちは少しずつ概念から離れていかないといけません。概念は記号ですから、なるべくいろんな人とそれを分かち合うことができる。ですけども、その人固有の意味を見つけることはできません。そこに。概念は止まってるんですよね。生命感、命が動いているように感じる力だって言うんです。そうなんですよ。あともう一つは、命ってものが何だかって分かんないと四季妻の詩はなんかもしかしたら読めてこないかもしれませんね。
人間というのは心、まあ、体、心、命というのがあるわけですよね。体、心、命。で、私たちは今、体のことはなんとなく分かってきた。で、心も、まあ、20世紀になって心理学が発達してなんとなく分かってきた。じゃあ命はどうなんだという問題ですよね。ね、私たちは体の扱い方というのを知ってるわけですよね。僕は皆さんを殴ったら僕はこのまま警察に行かなきゃいけない。最近は少し心の世界も広がってきて、僕は皆さんに暴言を吐いたらもうとんでもないことになるって。じゃあ命はどうなんだってことですよね。命に触れるってのはどういうことなんだっていうことが分かれば、私たちは命の言葉ってことが分かってくるということになります。四季妻の死には命の言葉で貫かれてるんですよね、この人の死は。やっぱりだから私たちは命で書かれたものは命で受け止めないといけません。やっぱりね、人が頭で言ってることは頭で受け止めればいいですよね。で、人が命から発してることはやっぱり命で受け止めないとわからない、ね、だからまず命のありかを知らなくっちゃ。詩を読もうと思ったら頭がどこにあるのかはもういいから、私の自分の命がどこにあるのかはまず知らなくっちゃならないということなんです。ですね。まあ、あともう一つは、命は死んだらなくなるのかっていう大変大きな問題がありますけどね。体は消えますよ、もちろん、ね、で命はどうだっていう問題ですよね。肉体の醜く汚れ、衣食住を不要せられている、それがただ黒い存在で、より健やかな広い世界へ、少しも馴染まない、つながらない、等しい生き方として光を発揮し得ないものならば、それはむしろ死んだ方がましである。だが私はこの一杯の水の味ほどに生きることに信頼する。この呼吸をもって初めて私も地上にある。横へも縦へもより深く掘り下げて生きようとの願いに励まされることができる。あなたも生きているように私も生きる。私も生きるようにあなたも生きる。一つの生命を見つめる。今日の努力を生むこの痛みに、この痛みこそ私の生活を助け、この来の社会にも激しい愛情を感じる。すごいですね。生きることを信頼するってすごいですね、この人ね。生きることを信頼する、生きることが信頼できれば私たちはそこから何かを学ぶことができる。私たちは誰かを信頼すればその人から何かを学ぶことができますもんね。でもその人のことを信頼してなければその人から学ぶことはなかなか難しい。その人がたとえいいことを言ってたとしても、その人がさといことを言ってたとしても、その人を信頼できていないから私たちはその言葉を受け止めることができないということはしばしばあるわけです。もっと端的に言えば嫌いだからだってことです。私たちはある人のことが嫌いだから、その人がどんなことを言ってもその人のことを心を受け取ることができないということはありますね。ね、じゃあ私たちは生きるということを信頼するということがどういうことなのかって問題なんですよ。他人を信頼することはできるかもしれない、でも生きることを信頼するってのはどういうことなのかっていうのはちょっと考えてみるに値しますね。やっぱり、ね、人生からの呼びかけっていうのは感じてるんですね、四季妻って人は。僕は皆さんにその場物を書いてみるってことをお勧めするのは、生きることを信頼するってこういう短い一文でもですよ、人生からの呼びかけを感じたことのないものは書くことはできないんです。こういうことが、まあ、全然難しくなんかないです。簡単な言葉ですね。だからそもそも四季妻の詩は難しい言葉なんてありません、ほとんどですね。まあ、四季妻の死が60年経って、四季さんは12月3日です、亡くなったの でもうすぐですね。で、この人の言葉が60年経てなお我々に読まれているということは、この人は知った言葉で書かなかったってことだと思うんですよ。やっぱり生きた言葉だけで書いたっていうことですね。生きた言葉は残ります。それは血が通ってるから、生きてるから、ね、作られたものじゃなくて生まれたものだからですよ。で、皆さんがもし詩をお書きになりたいと思うのであれば、詩は作るものではなくて生まれるものだってことさえ、まあ、自分で経験なさればそれでいいんじゃないですかね。詩はもう皆さんの中にあるんです。すでに宿ってるんです。種子のように宿っている。
だけど皆さんは黒い塊だから、それはあまり顧みることがない、そこに水も注ぐことなく光も与えない、だから主が生まれないだけなんです、ね、え、もったいないですよね。もったいないと思います。僕本当にもったいないと思いますよ。僕は自分が刺繍を出す、刺繍を出す人間になるなんてのはある年齢まで思ってませんでしたからね。やっぱり僕みたいな人間にもあるんだっていう感じはなんかしますけどね。皆さんの中にも必ずありますよ、それ、うん。まあじゃなければ今日日曜日こんなとこ来ないです、こんな遠くまで。ねえ、随分遠いですね、清さんね。じゃあちょっと闇読んでみますか。闇、闇、闇の中にも目を開いていたいと思う。人は大抵目をつむる、眠る。だがこの静けさの中にこそある闇の声に私は耳を澄ましたい。闇の中にも目を開いていたいと思う。人は大抵目をつむる、眠る。だがこの静けさの中にこそある闇の声に私は耳を澄ましたい。まあ、8行ですね。このくらいの詩なら書けそうだっていう気が一瞬しますけど、おやりになってみれば分かりますが、書けませんけどね。なかなかすごい詩ですね、やっぱりね。難しいことじゃないんですよ。難しいんじゃなくて、やっぱり私たちはやっぱこの四季さんが言うように闇にいると目をつむっちゃうんですよね。やっぱり闇に入ると目をつむっちゃう。闇にいて目を開けてるってのはとても難しい。勇気がいるってことですね。で、あともう一つは闇を見る目ってのはもう一つの目なんだって。あの眼科の眼ってじゃありますよね。あっちの目ですよね。目に見えないものを見る目、それを開いていかなくちゃならないんだって。で、これ前半ってのは目の話です。これね、もう一つの目、心眼の話です。で、後ろは心の耳、心耳って言葉がありますけども、心の耳の話ですよね。だがこの静けさの中にこそある闇の声に私は耳を澄ましたい。心眼と心耳って言葉があるんです。心耳って言葉あんまりお気になったかもないことなんか、心の耳って書くんですよ。心耳、僕の造語じゃないですよ。昔から日本にある言葉です、ね、時代劇なんか見てると心眼の方が出てきますけど、心耳は出てきませんね、なんかね。で、やっぱり私たちは心眼と言葉はなんとなく使ったことはないかもしれないけど知っていると。でも心耳になると、まあ、聞いたこともなければ使ったこともない。我々が使ってないからですよね。あるんだけど使ってない。で、詩を読む力、あるいは詩を書く力っていうのは私たちの中にないものを身につけることではないのです。私たちの中にすでにあって眠っているものを目覚めさせることなんです。だから沈黙の声を聞くことってことなんですよ。沈黙の声を聞くこと、沈黙に潜む意味を汲み取るということ。今ですね、このハガキはなんかこれ後ろ長島愛生園ですけどね、岡山の長島愛生園の風景がありますけど、これがだから余白を決定してるわけですよね。で、私たちは詩を読むときに文字を追ってるだけではなくて、この場そのものを私たちは受け取ってるんですよ。余白を受け取ってるんです、私たちですね。だから詩っていうのは文字が少ないんです。文字が少ないんだけど余白が大きいんです。だから文字しか読み取れないというと詩は軽いものになる。だけど余白を受け止めるものにとって詩は底知れない重みを持ったものに変わってくるっていうことなんですよ。同じものを見ていても。で、我々はもうそういうことはでもあれですよね、詩だとなかなか難しいんですけど、とてもうまく日本人だとできているところがあって、そう、水墨画です。それはねえ、雪舟っていう水墨画がいますでしょう、ね、雪舟の水墨画にあんまりちょっと色がないっていう人いませんよね。もうあれ大変見事にできてる。で、私たちは水墨画を見るときに書かれた線だけではなくて余白を同時に感じてるじゃないですか。あの力です、詩を読む力っていうのはですね。で、油絵っていうのはなんか色が、まあ、全部塗りつぶされてることが多いですね。ああいう詩もあっていいですよ。ああいう詩もあっていいですけども、
四季妻さんはどちらかというと水墨画的なんですよね。だから余白を味わう力っていうのがどうしても必要なんだ。静けさの中にこそある闇の声に私は耳を澄ましたい。まあこれ埋め木ってことも言ってんだと思いますけどね。私たちは嘆くとき声を上げるわけですよね。苦しいと言って声を上げるって。しかし私たちは埋めくとき私たちは声を上げることはできない。そして埋め木の声というものは聞くものが極めて少ないってですね。なぜなら私たちが埋めくとき私たちはいつも一人だからですよね。もっと言いますとね、私たちは自分が埋めていることすら知らないときがあります。これが厄介ですね。自分が苦しい、自分が苦しいということが分かれば、自分が埋めていることが分かれば、自分が危機にいるということが分かれば、私たちの生き方は少し変わるんだと思うんですよ。ですね。一番厄介なのは自分が危機にいるということが分からないんですね。危機の一番大きい問題は損なえるんですよね。絶壁を歩いていることが分からないから落ちるんですよ。だから四季さんにとって詩を書くということは自分が危機にいるということをやっぱり確かめていく童貞だったと思います。やっぱりそのくらい大変な人生だったんです、やっぱりね。でもそれは私たちも同じじゃないですか。やっぱり書くということは皆さんが今どこにいるのかということを告げ知らせてくれますからね。お書きになってみるといいと思います、やっぱり。はい、じゃあ次行きましょう。本当はですね、あれなんです。どの詩が好きだったかって皆さん隣の人と喋ってもいいんですけど、きっと皆さん隣の人知りませんもんね。いきなり話せって言われたら嫌でしょう、ね。本当はなんかもっとたくさん時間があったら面白いですよ。詩はね、自分とたとえ同じ詩を選んでる人でも全く違うように好きなんです、人って。面白いですよ。話したいと思って、そんな言葉あったっけみたいな。例えば、今次目って詩を読みますけど、目の中でどれが一番いいですか、いや私はここがってことある人が言うと、そんな言葉どこにあるのみたいな、たったこんな短い詩なのにっていうことになりますね。本当に人は違うように見てます。本当に違うように読んでます。だから面白いんですね。目は天を指さす一つの瞳、不熟する大地の悲しみを吸って、ただ明日へ願うひたすら光に弾けるもの。憧れは常に赤く、やがて一瞬を燃え盛る炎の中へ。目は乾いている、飢えている。お前はもはや誰のものでもない。回転する地球の風に花の香りを呼んでいる。なかなかすごいね。やっぱりこう皆さん声に出してないから分かんないですよね。僕が今声に出してるからこの人の凄さがなんかより分かりますけどね。僕もちろん今日お話するんで昨日家でも読んできてるんですけど、やっぱすごいな、さっきやっぱ生まれると作るって話をしましたけどね。やっぱり、ね、生まれる詩っていうのは我々の手に負えないんですよ。時に読んでみると分かります。やっぱりね、電車の中で赤ん坊がわーって泣いてる時あるじゃないですか。手に負えないですよね、あれね。で手に負えないけども、すさまじい、もう張り裂けんばかりの生命感じゃないですかね。詩もやっぱり同じなんですよね。動かしようのない力みたいなのがやっぱりあって、まあ、それは声に出して読んでみてよくわかります。まあ問題はこの悲しみが不熟する腐敗、まあ、次は土壌って詩を読みますけども、土壌でもその悲しみを腐敗させ て悲しみを腐らせるっていうことはこの人の詩の中に何度か出てくるんですよね。不熟する大地の悲しみを吸って、ただ明日へ願うひたすら光に弾けるもの、ね、大地の悲しみを吸うって言うんですよ。大地の悲しみを吸うって、これやったことのある人間しか書けませんもんね。大地の悲しみを吸うって、ね、うん、大地っていう感じではないですけど、もうやっぱりなんかアスファルトを舌で舐めなきゃいけないような経験ってあります。やっぱり
自分の中に。なんかそういう、まあ、別にあれですよ、その苦しいことをした方がいいっていうことを言いたいわけではないんです。そうではなくて、私たちが、救い取らなきゃいけないものは考えも考えても見ないようなところにあるっていうことをこの人は教えてくれてるんですよね。大地にある悲しみを吸うことこそが私の中に朽ちることのない希望を生むんだっていうことなんでしょう。これすごいですよね。悲しみは希望への扉なんだって。今は子規妻の大変大きなテーマじゃないですか、これ。だから彼は悲しみからなんか逃れないんです。彼は朽ちることのない希望を探しているから。ね、でも私たちは悲しみをあんまり好むことがないから、悲しみの扉の前を素通りするんですよね。そこを開けることはあまりないのです。子規さんはそれはもったいないって。で、彼にとって悲しみってのは何か森の中に、舞い落ちる葉っぱのようなイメージがあるんだと思うんですよ。私たちは樹木です。私たちは樹木で、いろいろな苦しみや悲しみを経験することによって、自分がこうどん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 葉っぱを落としていくようなイメージなんですよ、土に。で、そうするとその土がどん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 豊かになってくる。それが明日を生むんだということなんですよね。だからお前の悲しみは無駄じゃない。お前の悲しみを、まあ、感謝とともに受け取るものをお前はただ見ることがないだけだってことなんですよ。すごいですよね、これね。我々はなんか自分がいいことしたら、なんかありがとうの一言ぐらい言ってほしいじゃないですか、なんかね。えでも子規妻はそんなことを鼻から諦めてる。で、この人諦めてるから、生きてる間に詩集なんか出さなくて、60年後こんな風に東京の片隅でみんなでこの人の詩を読んでるんですよ。子規妻はびっくりしてると思います、今ね。60年言葉が残るってのはすごいですよ。だいたいもう半年で本屋から本消えますからね。本当に60年残るってのはこれはすごいことです。本当に ね60年残るってことはどういうことかというと、まあ時間の世界では生きてないってことなんですよね、おそらく。で、私たちは多くのものを時間の世界でこう判断してんだと思うんですよ。で、子規妻の詩を読むときに、やっぱり私たちは時間とともにもう一つの時っていうものを感じてみないといけませんね。時、過ぎゆく時間と過ぎゆかない時で、私たちその時の世界に私たちが生きることができれば、子規妻の詩っていうのは今書かれたように読めてくるっていうことだと思うんですよ、ね、古くないですもんね、この人の詩別にね。最後の一行ね、花の香りを呼んでくるって、花の香りを呼んでいるって一行があります。花の香りを呼んでいるって。で、私たちはあの日本人には、日本語にはあの聞香って言葉があります。聞香、香りを聞く、香を聞くっていう言いますね。香を聞くって、面白いですよね。香を嗅ぐんじゃなくて香を聞くって言うんです。なんでですかね、香を聞くって。面白いですよね。聞くっていうのはもともと神の声を聞くっていう意味です。あの聞くっていうのはね、あのもう一つの聞くって字ありますでしょ、視聴覚室の聴って字あるじゃないですか。あれも同じなんですけどね、あれも同じなんですけど、でもあの今あの門構えの方の聞くっていう方にあのその、意味はより強いんですけど、声ならぬ声を聞くっていうのがもともと聞くってことの意味なんです。もともとだから香を聞くっていうのは、だから昔の誰かは知りませんけど、香の中に声ならぬ声を聞いた、そこまで行くってことでしょうね、やっぱり。で、私たちはだからもうそんなことやってません。もう大体いい匂いだって鼻で嗅いで終わりですもん。もったいない。四季さんはそう言うんでしょうね、やっぱりね。鼻で嗅いでるだけではもったいない。鼻の言葉はもっと豊かで、私たちにいろんなことを教えてくれるって言うんです。まあ、この人は自然をとってもうまく描いた人でもありましたね。読んでみますか。土壌
今更ですけど、皆さんは四季妻どこで知ったんですか？僕は神谷美恵子なんですけど、皆さんはどこですか？そうですよね、多くの人は神谷さんじゃなくて四季妻を、まあ、いるかもしれませんけどね。でもすごいですよね、こんなね、日曜日の昼間に100人以上の人が四季妻の詩を味わっているなんてのはもう僕からしたらもう奇跡みたいなもんです、本当に。で、この土壌って詩は神谷美恵子さん の生きがいについての中に引用されてますでしょ。神谷さんってすごいダイナミックな人で、書き写す時に多少間違えてるんですよね。でもなんかあの本多分50刷りなんて軽く超えてますけど、いまだに直ってないんですね。出版社さんも結構ダイナミックですけど、で、で今僕はこの四季妻の詩を編纂するってことになると、やっぱり一字一言一句に確かめていくじゃないですか。そうすると結構いいのかな、こんな間違えてぐらいな感じでしたけどね。まあ今ここにあるのは原詩なのでこれが正しいんですけど、まあいい詩ですね。読んでみますね。私は耕す世界の足音が響くこの土を、全身を一枚の落ち葉のように震わせ沈め、明日の土壌に芽生えるであろう生命の言葉に乾く。誰もが求め蒔く種子から緑の香りと収穫が、原因と結果を一つの線に結ぶもの、まさぐって流す汗がただ愛しい。原爆の死を、骸骨の冷たさを、血の滴りを、幾億の人間の人種や国境をここに砕いて悲しみを腐敗させていく。私はおろおろとしびれた手で足元の土を耕す。泥にまみれる。いつか暗さの中にも伸ばしてくる根に、すべての母体であるこの土壌にただ耳を傾ける。このくらいの詩が書けたらもう書くのをやめていいっていう、そういう詩ですよねこれね。本当にすごいやっぱり、すごいですね。今日展示のところに大江光雄さんっていう人の出てましたでしょ。でこの大江光雄さんっていうのは今日司会してくださった木村さんがずっとご研究なさって、木村さんには大変優れた大江光雄さんに関する本を編集され、そして大江光雄さんがいろんな旅をしたその記録もご本にされてましたけどね。でこの人との出会いってのは決定的なんです、四季妻にとって。で詩はですね、書くときは一人なんですよね。書くときは一人なんですけども、書き続けるにはわずかな仲間が必要なんです。やっぱりわずかな、そんなに多くはいらない、多くはいらない、むしろ多くない方がいい。多いとめんどくさいですね、第一ね。で今日も写真ちょっとだけ出てましたけど、永瀬清子さんっていらっしゃいますでしょう。ねえ、永瀬清子さんと長島愛生園というのも大変深いつながりがあって、僕はそのことあんまり考えてみなかったんですけど、木村さんとちょっとお話しした時があって、今皆さん長島愛生園に行かれますとね、橋がかかってるんですよ。で橋がかかってて、今も車でもすぐです、岡山からね、まあ、すぐだって1時間ぐらいかかりますけど、昔は橋がないんですよ。橋がないから船で行くんです、船で。永瀬清子は船に乗って詩を教えに行ってたんですよね。すごいですよね、船に乗って。当時はですよ、人があまり寄りつかないところに言葉を届けに行くってどういう気持ちだったかと思うんですよね。僕が言いたいのは、永瀬清子はすごいって言いたいんじゃないんですよ。永瀬清子は詩を教えに行ってたんじゃないんですね。あの人は詩を学びに行った。だから船で行くのを厭わなかったんです、ね、え世の中では永瀬清子の方が名前が知れてるから、永瀬清子は詩を教えてたっていうふうに見えますね。皆さん詩をお書きになってみればわかります。詩を書くということはみんなが仲間になっていくってことなんです。仲間になるってことは教えるなんてことはないんです、学び合うってことになってるんですよ、ね。まあだからこの四季妻をはじめとして長島愛生園にいた詩を書く仲間たちっていうのは、あれなんでしょう、本当に船をえっちらおっちら漕いでも
会いに行きたいぐらい魅力的な仲間たちだったってことがよくわかりますね。一度行かれてみるといいですよ。とても印象深い場所です、あそこは。何とも言えない場所ですけどね。なんか僕は1年に1遍ぐらい行くんですけど、まあなんか今でも声ならぬ声が聞こえてくるような感じがしますけどね。まあちょっと詩に戻りますか。まあこの詩はちょっと皆さんぜひ頑張って、俺ちょっと書いてもいいなっていう人がいたら僕お書きになってみていただきたいのはこの土壌ですね。やっぱ書いてみるとこの詩の凄さっていうのは分かってくるってですね。私は耕す世界の足音が響くこの土よって、でこの私たちのこの大地ってのは世界とつながってるんだって言うんですよ、しけさんはね。もちろんその通りなんです。私たちは世界旅行なんか行く必要ないんです、ここが世界だから。私たちは宇宙旅行なんか行く必要ないんです、ここが宇宙だから。ねえ、何十億円貯めてロケットなんか乗る必要ないですね、全く。ねえ、大気圏外に出ると多分ここが宇宙だってことが分かんなくなりますよね。ねえ、ねえ、私たちはもしかしたらですよ、自分の庭に大事なものがあるのを忘れて遠くへ遠くへ何かを探しに行ってるかもしれないじゃないですか。全身を一枚の落ち葉のように震わせ沈め、明日の土壌に芽生えるであろう生命の言葉に乾く。全身を一枚の落ち葉のように震わせ沈めですね。良寛が同じようなこと言ってますよね、やっぱね。世界って面白いですね。ね、私たちと共振するようにできてるんですよね。誰もが求め、マクシュ氏から緑の香りと収穫が、原因と結果を一つの線に結ぶもの、まさぐって流す汗がただ愛おしい。誰もが求め、マクシュ氏から緑の香りと収穫がって言うんですよね。私たちはだからその偉大な人みたいなものをどうしても探そうとしますよね。何かね、名の知れた人。先だってローマ教皇来てましたでしょ。ねえ、面白いおじいさんでしたけどね。彼のメッセージってとてもシンプルで、貧しい人に学べって言ってるんですよ、彼は。貧しい人に学べって、なんか教皇は、なんかパパとかでポープとか言われてますでしょ。パパ様とかでみんなやってるわけですよね。貧しい人に学べって言ってるのに、教皇の方ばっかり見てるって、教皇ちょっと複雑な思いでしょうね、きっとね。ねえ、四月の例えってのがあるんですよね。ある人が月を見ようって言って指さした、人はその月ではなくて指を見ているって言うんです。で、私たちもやっぱこの四季妻の詩をやっぱりそういうふうにあんまり読まない方がいいのかもしれない。だから私たちは四季さんを見ていてはダメなんですよ。四季さんが見たものを見ないと。ねえ、四季さんと仲間になるにはそれしかないですよね。四季妻を見たものを我々が見ることができれば、我々は四季妻と仲間になることができる。でも四季妻をずっと見てたとしたらですよ、まあ、多分やめてくれって言われてると思うんですよね。もうじーっと眺めてる、ちょっとやめてくれって、ね、私たちはやっぱりその一中の人っていうのいるじゃないですか。自分の大好きな作家、大好きな詩人ってのいる。そうするとその人のことを見ちゃう。それだとダメなんですね。その人の見た世界を見なくっちゃって、そしてその人の見た世界を自分の目で見て、そしてその詩人と語り合うっていうのが読むってことですよ、やっぱり、ね、そうじゃなくてつまんないじゃないですかって、ね、原爆の死を、骸骨の冷たさを、血の滴りよ、幾億の人間の人種や国境をここに砕いて悲しみを腐敗させていく。人種や国境をここに砕くって、これすごいですね、これ、ね。人種や国境って砕けるんだっていうことですね、やっぱり。やっぱ彼は人類ってことを考えてますから、その人種や国境ってのは邪魔なんです、やっぱりね。人種や国境をここに砕いて、悲しみを腐敗させていく。彼はとっても
空間的には狭いところで生きた人です、この人は、ね、いろんな事情があって外に出れないわけでしょ、あるいは出なかったって言ってもいいかもしれませんけど、ね、でもこの人の世界が小さいかってそんなことはないです。全く我々の行動距離と我々の世界の大きさは関係ないですよね、全くね。岩崎渉って詩人皆さんご存知ですか。岩崎渉って金字ストロフィーを背負って生きている、僕大変尊敬している詩人ですけど、渉っていうか僕は友人でもあるんで、彼の詩も四季さんととても似てますね。空間的にはとても狭いところに生きている、しかし彼が感じている世界は底知れなく広く深い。で、私たちは今インターネットなんてものをうまく使いこなすようになって世界がどん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 大きくなってるんですよ今。しかし私たちはどれだけ世界を深く感じてるだろうかっていうのはちょっと考え直してみてもいいかもしれませんね。だから世界というものは広く知る対象なのか深く味わってみるものなのかっていうのは少し考え直してもいいかもしれませんね。広く知っちゃいけないって言ってるんじゃないんですよ、広く知るだけではもったいないって。私はおろおろとしびれた手で足元の土を耕す、泥にまみれる、いつか暗さの中にも伸ばしてくる根に、すべての母体であるこの土壌にただ耳を傾ける、うん、耳ってのはだからこう鍛えてると聞こえてきますよね。英語でも何でも外国の言葉でも別に文法なんか習わなくたってそこにボンとぶち込まれれば聞こえてくるっていうのと同じように、やっぱり私たちもその沈黙の声ってものに慣れてこないといけないんだと思うんですね。やっぱり人が言わないこと、言えないこと、書けないこと、それはないってこととは違うんです。その人が生きる希望を感じてないってこととその人の人生に希望がないということは全く違いますからね。神谷美恵子さんの言葉で言えば、生きがいを感じてるかどうかってこととその人の人生に生きがいがあるかないかってことは関係ないですから、そんなこと、ね、感じえないものがないんだとしたら大変なことになっちゃいますもう一歩、もう一歩言えばですよ、感じえないからいるんだっていうことの方が本当なんじゃないですか、ね、え感じえないから存在するんじゃなくて感じえないから実在するんでしょ。我々の感じてるものは存在する、しかし感じえないものは実在する、まあ、シュキーツマの世界は存在の世界ではなくて実在の世界ですよね、哲学的に言えば。なんか私たちもやっぱりだからその存在の世界に足を深く踏みしめながらもう一つの手で実在の世界を触れてみなければならないということになります。今このしびれた手っていうのも出てきましたんで、ちょっとじゃあ次は、曲がった手を読んでみますか。曲がった手で、これは名作ですね、まあ、読んでみます。曲がった手で、曲がった手で水をすくう、こぼれてもこぼれても満たされる水の激しさに、いつもなみなみと生命の水は手の中にある、指は曲がっていても天を指すには少しの不自由も感じない。もう一回言いますね。曲がった手で水をすくう、こぼれてもこぼれても満たされる水の激しさに、いつもなみなみと生命の水は手の中にある、指は曲がっていても天を指すには少しの不自由も感じない、うん、僕はこれですね、四季妻の詩といえば。別にいいんですよ、別にね、何が好きか自慢じゃないですからね。僕はこれですねっていうのは理由があって、
僕は四季妻っていう人の名前を知ったのはもちろん神谷美恵子さんなんですね。神谷美恵子の生きがいについてって、でそれを読んで、ああそういう人いるんだと思って、でもちろんあの本を読んでればね、彼のその証言も出てくるじゃないですか。であと詩もまあ複数出てくる、だからなんとなく頭に入るですけども、本当に彼と交わったっていうのは僕はこの詩なんですよ。もう本当に僕も忘れがたい、この詩を読んだ時の本当にもう夜中の3時4時ぐらいですけどね、部屋で一人あの寝転びながら四季妻の言葉を探してたんじゃないんです。なんとなくあの読む本が見つからなくて、部屋に寝転びながら手を伸ばしたところにある本を開いて偶然目にしたのがこの詩だったんです。もう本当に文字通り飛び起きましたけどね、飛び起きてこの人ってことをもう一回改めて知り始めたっていうのが、まあ、僕とこの人の出会いなんですよ。でまあとても優れた詩なんですけどね、あの詩というものはやっぱりね、私たちのこの世界というものは私たちの感覚できる世界だけでは終わらないってことを教えてくれるのがとても大事な一つの役割なんだと思うんです。私たちの感覚というのは不十分であって、私たちの感覚がどんなに鋭くても私たちの行けるところは限られている。でその彼方にもう一つの世界があって、私たちのこの世界の苦しみというものはもう一つの奥の世界にある希望によって支えられているということが詩で描き出せれば、まあ素晴らしいんです。それはで今のこの曲がった手でってのはそういう詩ですよね。曲がった手でって、これ四季さんの手、四季さんの手が曲がっている、指が曲がっている、水をすくう、こぼれても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 こぼれちゃう、満たされる水の激しさにって、これどこに満たされるんですか。これ水がこぼれるんだから満たされないじゃないですか。だってですね、だからこう1行目の水と2行目の水は違う水です。これはですね、この水は激しいまでに満たされる、いつも並々と生命の水は手の中にある。でこの2行目の水とこの4行目の水は同じ水ですね。ですけどこの4行目の手は1行目の手とは違いますね。これ指は曲がっていても天を指すには少しの不自由も感じない。彼はこの最後のこの2行でもう一度この世界に帰ってくるんですよ。わかります？この世界から出かけてもう一つの世界に行き、もう一つこの世界に戻ってくるんです。これが詩人の役割だ。これはすごい。これと同じことを、まあ、膨大な書物を書くことで私たちに教えてくれた人がいるんです。それはプラトンって人です。プラトンにおける哲学者っていうのは、私たちは山を登り山の頂にたどり着き、そこで英知を身につけ、もう一度山に降りてこなくてはならないってプラトンも言ってますね。四季さんはこの一編の詩で同じことをやってるんです。これはすごい詩ですね。まああれですね、あの文学史上になんかその四季妻の詩を残さなくちゃいけないって言われたら、僕は間違いなく土壌を勧めますけどね。私はあなたはどの詩を愛していますかって言われたらこれですね。これも優れてるってことと愛するってことは別じゃないですかね。あすごい詩です。本当にすごいです。もうこんなの書けたらもう本当に、でもあれですよ、もう全然もう小学校5、6年生で読めちゃう。このくらいの詩は5、6年だけにいらないかもしれない。3、4年で読めちゃうかもしれない。3、4年生では少しわからないかもしれませんね。まだ指が曲がってないから。で私たちはこの自分の指、私たちの指も少しずつ曲がり始めてますね。やっぱりね、思うようにいかず、何度祈っても祈りが届かず、ね、少し働きすぎて、だから詩というのはやっぱり全部の詩が全ての年齢に開かれているとは言えないかもしれませんね。やっぱりね、僕はあさって中学校で少し話をするんですけど、まあ、中学生が読めば中学生なりに感じると思います。それは全く分かんないってことはないと思う、ね、ですけどもやっぱり、
まあ、役年を超えたら役年を超えたなりのものがあるでしょうし、それなりの経験を経ればそれなりの経験のもとでやっぱり読まれてくるということですね。いいですね。6行ですから皆さんもぜひ挑戦してみてください。今日はいらっしゃってないんですけど、四季翼さんのご遺族の方がいらっしゃって、でその方が今回 の全部のノートをお持ちなんですよね。 で僕は初めてその四季翼のノートがあるってことはなんとなく調べてると分かってくるんですよ。でちょっとどうやって調べたのかな、忘れちゃったけど、なんかとにかくそのご遺族の方にたどり着いて、でそれでお会いしたいっていうことをお伝えして、でそれで初めて会って、で先方としにしてるのはその四季翼なんての今読もうと思ってるやつなんて変わってると、もうだからなかなか心開いてくれないでしょで、いや当然ですよね、なのね、東京からなんかよくわかんないメールよこして四季翼にしようなんて言われて、それはまあ僕だって警戒する。でそれでその今はもうねとっても親しくしていただいててあれなんですけど、本当に僕はこの人と心を打ち解けたと思ったのは、あなたは一番四季主の中で何が好きですかって言って、いや僕は曲がった手でって言った時に、あって言ってその人があって言ってちょっと面白いなってあの顔をしたの僕忘れないですね、やっぱりね。で今そのご遺族の、方の家の近くにですね、近くといっても少し離れてるみたいですけど、四季翼の紙碑があるんですよ。なんか写真ありましたっけ、もしかしたらあれですけど、でこの曲がった手っていうのがやっぱ掘られてんだよって、だから遺族の人たちもこの詩をとても大事になさってるんですね。なんかいいですよ、なんかね、同じものを好きになると急に打ち解けますなんかねまあ、人間ってそんなもんですよ。いいですね。でもね、詩は難しく書かない、うまく書かない、うまく書こうとすれば必ず誰かの詩に似てくるということですよね。四季翼の詩は誰にも似てないんですね。だから本当はこの人の詩は優れてるなんて言葉とあんまり似つかわしくないんです。この人の詩はここにあるだけ、言葉があるだけ、それがなんと強いことかっていうことです ね。私たちもそうありたいじゃないですか。偉大な人間になんかならなくていい、でもその人がそこにいるだけ、それで素晴らしいっていうふうになったらいいですね。じゃあちょっと盲目の友にって読んでみますか。あなたから誰が光を奪ったのですか。明日というものの来ない真っ暗などん底の泥沼へ引きずり込んだのですか。私の周囲、空の青、野山の緑、この世界にあなたはいないのですか。そんな遠くへ行ってしまったのですか。私もまぶたを塞ぐあなたの手を握る、二人だけで語る。だのに、あなたの見えない目で見ているものを私には永遠に知ることができないのですか。いいえ、私は全身でぶつかる血みどろになっても、この固い鉄の扉を砕くまであなたも小さい私の力を助けて中から押しに押し続けてください。誰が何を奪ったというのですか。ああ、あなたの熱い息遣いが私の生命に奔流する。友よ、行こう。二人が心から微笑みを移し頷き合えるその日まで。そうですね、こういう詩を読むとこの友が誰であるかってことはあまり問題がないんです、問題にならないですよ ね。愛するということはその人が世界にただ一つの存在であるということを証明することだと言った人がいるんですよ。ビクトール・フランクルって人ですけどね、夜と霧って本を書いた人ですよね。あの人がだから愛するということは
その人が世界にただ一つの存在であるということを証明することなのだ。で、今この言葉のこの詩の中に愛なんて言葉はございませんけどね、でもこの友達っていうのはもうこの詩を送られたらもうあれでしょう、もう消えることのない誇りっていうものを手にしたに違いないですね、これ。さっき永瀬清子さんが船に乗って詩を学びに行ったって話をしましたけどね、まあ、四季さんもこの友から学ぼうとしてるわけですよね。私たちが誰かから何かを学ぼうとするときに気をつけなきゃいけないのは教えるのをやめること。教えようと思ってる限り、僕は学ぶことはできませんね、やっぱりね、それは。で、僕はだから皆さんから学ぼうと思ったら、僕は四季妻に、僕の方が四季妻知ってんだみたいなことになっちゃうと、僕は皆さんから一切学ぶことはできないですね。だからこう低いところへ低いところへって行くんですよね、彼はね、本当のものを探してるから。だから私たちはなんかその現代社会ってなんか高いところへ高いところへ行きそうじゃないですか、なんかね、高いところにいる人が偉い人なんだみたいにいつの間にか思い込んじゃってる。ですけど私、四季さんって四季妻って人が私たちを導くのは低いところへ低いところへ、そしてさらに言えば空気の密度の濃いところへっていうところなんですね。やっぱ私たちはその空気の密度が浅いところへ浅いところへ行きがちだ、で、この友っていうのは四季さんだけじゃないですけどね、さっきちょっと木村さんがご紹介くださいましたけど、近藤光一さんっていう方がいらっしゃいます。近藤光一さんで四季妻さんの盟友でもありましたし、神谷美代子さんとも親しくて舌で展示を読んだっていうので、僕なんか時々書かせていただいている人物なんですけどね、まあ病を背負い目が見えなくなる、そして、展示を読むこの指の感覚もなくなってくるから舌で展示を読むようになるんですよ。で、僕は時々思うのは、我々が目で読んでる文字と近藤さんが舌で読んだ文字ってのは同じなんだろうかってことなんですよね。今日は詩を味わうってお話をしましたけどね、近藤さんは書いてますよ、本当に。言葉は味わうものであるって。文字通り味わうものであるって。で、彼はその、もちろん展示っていうのはこう読んでるとここから血が出てくるんですよ。だからその血の滴りとともに意味を味わうっていうことを近藤さんなんかおやりになってたわけですけどね。まあ、口はばったいですけど、私たちが四季妻の詩を読んで、四季妻がここで書いているように私たちは物が見えていないということを辛いけども受け止めないといけないんだと思うんですよ。四季妻はだから、私たちはあなたの見えない目で見ているものを私は永遠に知ることができないのですかって言ってるんです。私たちは永遠に知ることができないって四季妻も言ってませんね。でも私たちは今この瞬間においては見えていないのかもしれない。私たちが見えていないってことを受け止めることがなければ、それが見えてくるようにはならないってことだと思うんです。申し上げてること分かりますかね。私たちは見えてると思ってるから、本当に見なきゃいけないものが見えないってことがたくさんあるんです。知ってると思うから知り得ないことに出会えないんです。詩を読むということは謎が明らかになっていくということでもあるかもしれませんけども、謎は深まっていく方が私たちにとって経験が大きいのかもしれませんね。謎を解き明かそうとしないこと、謎を愛することということを四季さんは私たちに教えてくれているような気がしますけどね。最後は青空いきますか。青空には永遠につながる人間の生命のつぶやきがある。じっと見ていると静かな輝きを増してくる。
果てしない深みの中に、人間の汗やよろめきやもだえがみんなここでろ過されて、澄んだ微笑みや涙になって帰ってくるような気がする。多くの人の願いも手と手を握る、これなんていうんですかね、恩みっていうんですか、これ温かみ、温かみも青空はいつも見ていてくれる。手は招き、血は支える。生きとし生けるものを、私の十字架も青空の瞳の中にかかっている。すごいですね、これもね。青空には永遠につながる人間の生命のつぶやきがある。じっと見ていると静かな輝きを増してくる。すげえな。ぼーっと空を見てるってことはないんだって。永遠につながる人間の生命のつぶやきがあるんだって。果てしない深みの中に、人間の汗やよろめきやもだえが皆ここでろ過されて、澄んだ微笑みや涙になって帰ってくるような気がする。涙ってのはこういうもんなんだっていうことなんですよね。涙ってのは山水に戻るって書くんです。これ涙ってのは山水に戻るって書く。確かに私たちは涙することによって我に戻るってことがありますね。それだけではなくて、この四季妻って人は、その涙ってのは汗やよろみきやもだえっていうものが姿を変えて戻ってきて、私たちの心を潤すものなのだというところまでたどり着いたって、そこすごい詩ですよね、これね。あと最後は、まあ、天は招き、地は支える。生きとし生けるものを、私の十字架も青空の瞳の中にかかっている。しきつまキリスト者でしたけどね。キリスト者って言葉はあれですよ、内村鑑三が作ったって言われてるんですね。内村鑑三が作ったってことはどういうことかというと、宗派は関係ないってことなんですね。やっぱりね、キリスト者って。でも今誰でも使えますでしょ、ね。まあ、僕はカトリックですけど、私もキリスト者ですがなんてポロッと言っちゃいますよ ね。まあ四季さんもそうだった。まあ、四季さんはですけど、この私の十字架も、青空の瞳の中にかかっている。世界が教会だって言ってるんです、これね。世界が教会だ。空は大きな屋根であるって、ね。私たちはいろんな宗派があるのかもしれないけども、私たちは一つの教会に集うものなのだということでしょうね。この人ね、すごい人ですね、この人ね。うん、なかなかすごい。当たり前ですけどね。で、まあもうそろそろやめますけど、少し考えてみたいなと思うのは、まあ、四季さんが亡くなって60年経とうとしている。で、私たちはなぜこれだけの言葉を60年間眠らせておいたのかってことなんですよ。もう皆さんを責めてんじゃないんですよ。で、なんで60年も眠らせておくんだ、こんなものをってですね。まあ、僕も含めてなんです、もちろん。私も含めてなんですけど、我々何をどういうふうに見てるのか、何をどこに探しているのかってことなんです。本当の詩人、本当の詩に出会いたい、本当の言葉に出会いたい、本当の文学に出会いたい、言葉を扉にした終わることのない沈黙に出会いたいということであれば、この人の詩を読めばよかったんですね。読めばよかったんだけど、60年間ほっといたって。もしかしたら私たちは何かを探すとき、探す場所と探し方を間違えているのかもしれないということは十分考えますよね。で、まあ四季妻だけじゃなくてですね、この、資料館には図書館というところが、もう行かれたかもしれませんけど、行きますと、四季妻の仲間たちがですね、書いた詩もたくさん保存されています。で、とてもいい詩が多いんですよね。まあでも考えてみればですね、耐え難い試練を生き抜いた者が命をかけて書いた言葉ですからね。ある意味ではそこに私たちの命を動かすようなものがあるなんてな、当たり前っちゃ当たり前なんですね。それはね、我々が命を開いてそこに向き合うことさえできれば、我々がそれを頭で読むことをやめれば、
何かをそれを知ろうとすることさえやめれば、まあ、主はいつでも私たちに呼びかけてくれるということじゃないかなと思います。ですので、シキーツマの詩を読んでいただくのも大変ありがたいことですし、僕からもお願いしたいと思いますけども、彼の仲間の詩もぜひ読んでいただくといいんじゃないかと思うんです。で、七き者こそ本当に美しいものを作るということを柳宗悦としては民芸って運動の中で教えてくれましたね。別に名の知れた芸術家だけが本当に美しいものを作るのではなくて、七き者こそ本当に美しいものを作るのだということは、もう私たちは物の世界では理解した。言葉だって同じなんですよ。言葉も同じで、誰が書いたのかっていうことよりもその言葉そのものなのだっていうのが昔の人はよく気づいていて、だから、和歌集の中には読み人知らずっていう歌があるんです。読み人知らずに集歌を知っていうのはそういうことなんです。ですので私たちも、誰が書いたのかということではなくて、何が書かれているのかということに、視座を置き直してですね、読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあこのくらいで、じゃあ終わらせていただければと。ありがとうございました。